静寂のリズム。
安らかに届く声、誘われる記憶、忍び寄る月の音色、暗闇の痛み、あの雨の香り、小さな事件、いつかの約束、始めた電話、終わらない物語、初めての予感、繰り返すデジャブ、煩わしい脳内混乱、意識した視線の先、長く騒がしい時間、潔く切る単眼動線、残酷な快感を解放、わずかにつながる向こう側、かすかにささやく糸電話、恐怖の脅迫的中毒性、被害的にリンクするドラッグ、記憶に麻酔を一滴、過去の片鱗を分散、ぐるぐると回る視点、空気が全身走った、新しい技術、慣れている肌、いつもの質問、迷わぬ答え、目玉にこびりつく映像、明晰で鮮やかな記録、凍りついた細い手首、止まった鋭利な感覚、目的を失った時計、水辺に飛び込む水辺、秘密に抜けた黒髪、隠す喜びが痛む、自在に動く罪、価値を誇る絵、操る雲の糸、頭の中の引き出し、私の中の毒薬、光さすカーテン閉める、白い部屋に宇宙広がる、固いままの人差し指、血液の温度は冷たくて、広がる世界、自由はびこる、心臓の鼓動がループする、頭の中にループする、耳音でリピートするささやき、唇がリピートする本当のこと、遠い夢地を見ていた、長かった白夜の旅、昔語りの誘惑は壊れ、風に打たれた幻影、冬のつぼみはあらわを告げる、ひそやかに終わる悪い夢、杉氏ひろ幻の果て、軽快な音楽に悲しみを聞く、消えた約束の痛み、甘んじる結末の訪れ、ありがとうございました。改めましてですね、はい、ちょっと、ね、ノイジーでかっこいい感じに仕上がりました。はい、改めまして、本日は、集まってくださってどうもありがとうございます。ありがとうございます。今、ここで展示させていただいている、ローリングとか、彫刻ですとか、今ちょっと、片付けているんですけども、その、美術の方の、担当といいますか、そう、栃丸と申します。よろしくお願いします。そして、ギタリストの吉岡由紀と申します。よろしくお願いします。この一夜限りのために、一年で、すり合わせですよ。この10分のために、そうですね、待った。もう1年待ったの、この瞬間。そうですね。まあ、本当にこの、まあ、今テーマの話になっちゃうけどね、テーマ決めるところから一緒に始めたんですもん ね、 ね、
テーマがね、なかなかそのテーマも決まんなくて、ね、そうそうそう、一緒にやろうっていう、そうそうそう、それでそもそもね、そもそもね、出会いが、出会いが、そうです、言ってください。僕のちょっと知り合いの方も結構いるんですけど、多分ね、こうやって芸術関係の方と知り合いっていうのは多分知らないと思うんですけど、7年ぐらいのお付き合いですよね、もう多分8年以上、8年ぐらい、もう結構なのね、お付き合い、ね、すいませんね、声が聞こえてくると思う、これコネクター、うん、オッケー、コネクターらしいです。ですね、ちょっとあの人、まあ、夫なんですけど、デビッドさんという方なんですけど、方っていう感じの人なんだけど、アメリカに一緒に行ってた時があったんですよ。住んでて、それで帰国する際にちょっといろいろバタバタと大変で、それでまあ、スカイプで面接してもらったりしながらすごいことにて、恩人がこっちにも来ていらっしゃって、ですね、泉さんね、その時に日本の緊急連絡先になってもらわないとまず帰ってこなかったんで、ありがとうございます。そしてもう一人、薬種バーという原宿の、ね、あった薬種バーの社長さんがスカイプで面接してくださって、まず職がないとアポート借りられないということで、そこで恩人2人、日本に帰れた恩人は2人いて、その薬種バーでイベントを行ってて、たまたま通りがかったんですよ。たまたま通りがかって、そう、薬酒バーってなんだよみたいな、そうそうそう、お酒なのに健康になれるの、そうなんですよ。それでね、吉岡君多分知らないと思うんだけど、実はね、吉岡君が来る前にこのケースギャラリーのオーナーさん増田さん来てくださってるんですよ。あ、そうなの、薬酒バーにちゃんと長いですね。それで私、そのちょうどね、その時だったんで、帰国してゼロっていうよりマイナスからのスタートじゃないですか、もう全くの、確かに緊急連絡先知らなかったから、それで職場なんとかついて、だから制作とか発表できなかったもんで、そのマスターさんにその時に出会ってます、その時に出会ったんだけど、制作しない時に出会ってる、そうなので、いつかまたやらせてくださいねとか、気づけやらせてくださいねって話をしてたのをとても覚えてます。ただの知り合いって感じでしたもんね、はい、店員とお客さんだって。そうなんです、そうなんです。で、5回ぐらい行ったのかな、もっと行ったかな、うん、でもいつの間にかいなくなったら、もっと来てる、もっと行ったら、もっと来てる、実は行ってるんですよね、お酒飲めないのに。そう、そう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 、お酒飲めないんだけど、健康には良かったよね、あれ、なんかもうそれすらも覚えてないです薬酒ですよ、いわゆる薬酒でもすごい、なんか独特な味がしてる、ジンジャーエールと辛口楽しかったんですよ、ね、実はね。で、なんかね、彫刻家っていう話をされてて、じゃあちょっと今度個展お邪魔しますって言って、うん、いや、それより多分吉岡君の音楽が先だったような気がするんです。あ、ちょうどうん、アルバムを出した時だったんですよね。それで聴かせてもらって、うん、で、なんかね、贅沢にもね、本人の解説付きで、ね、自宅で聴かせてもらったりした、なんかそれで親交が深まってって、そうなんですね。だからその店員さんとお客さんだったんですけど、そうなんです、家に遊びに行くようになって、で友人でもうなんか数えきれないほどのディスカッションをしましたね。そうですね、そうですね、音楽と芸術のなんかね、だけじゃないけど、ね、俺も、ね、現実は分からないんですけど、そう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 、ね、お互いね、音楽は分かんないし、そうそうそう、芸術は分かんないけど、そうそうそう、何か共通するものがあるっていう話だったんですね。なんか共通部分があるねって言ってて、私がなんかこれじゃないかなと思ったら、吉岡君のこだわり部分、うん、あそこで、そうですね、そうじゃなくちゃいけないんだろうなっていうところがすごい、音楽わかんないんだけど、全然音楽は大好きだけど、ね、音楽の知識ないし、でもすっごい解説もしてくれたからなんだけど、そのこだわりは吉田君が絶対そうせざるを得ないっていうところを感じて、ね、でそれを共感してくれて、すごい自分の、ね、いや、なんか表現してるところのところだなっていうのを、そこがね、ピンポイントであってね、で今回こうコラボしないかなと思って誘ってみてやってくださったんですよね。テーマがビヨンドですよね。ビヨンドに決めて、そうなんです、そういう何とかを超えてとかですね、超えてですね、何か超えてとか何かを未だに超えられずとかですね、超えられずとか、そういう両方、それをテーマに僕は音楽を作って、そうそう、香織さんは作品を作って、そうなんです。でもここなんかちょっと後ろの方とか、そう、95年とか、そうそうそう、96年とか、あ、覚えてますね、時を超えてね、うん、いろんな作品があって、僕
僕当時小学1年生ぐらいですそれがね、年がね、ちょっとそれがこうね、巡り巡ってここで出会うっていうのは面白いです、ね、面白いですね。昨日親子に間違えられたしね。そう、昨日親子だった今日もなんかちょっと服が被っちゃって、ね、何も連絡してないのにそうそうそう、ね、考えることが一緒なのかもしれないなんかこう、なんか顔似てないのにね、ただなんか似た似たしてるから似てるって言われた、ね、言われちゃったんだけど、ね、親子ね、親子確かにって言われて、うん、違いますおなんか誰がどなたか突っ込んでくださるから言わせんでしょうか。もう突っ込んでもらってます突っ込んでもらえたら突っ込みもありだし、吉岡君と、ね、私からも遮っていただければ突っ込んだりとか。そうですね、もうほぼずっとこんな感じで喋っちゃうんですけど、泉さんどうですかね。もう精神家族ですよね。家族ですかね、本当ですね。そうですね、面白いですよね、このつながりは。本当に精神家族。なんかでも、うん、あの何回か、ね、個展行かせてもらったんですけど、やっぱテラコッタなメインだったのが徐々に増えてきましたね。ああ、そうなんです、ね、そうなんです。こう変化中というか言葉も増えて、ね、色もついて、ね、昔は色はなかったかなっていう、うん、ちょっと循環して、あの色あったんですよ昔、あの色あったり言葉も書いたりしたんだけど、それをなんか平面にしたり、うん、もっとなんか自由になってきたのは最近で、またなんか一周回ってなんかこんな感じですね。悩んでますね。なんで壊れますか。悩んでますね。そうですね。そうです、うん、はい。それがいいですよね。そう。で、4度でしょ。4度の時もあの初め違う、ね、全然違う候補がいっぱいあったんですよね。長かったですね。そう、長かったですね。めちゃくちゃ長かった、うん、あと1年かって思いながら曲を作ってた俺がそうそうそう、そうです、私もそうですね。ここで展示するのにあと1年後だなって作品、うん、だって最初に僕曲作ったんですけど、うんうん、多分香織さんはその音源送ったと思うんですけど、全く違うものだったんですよ最初。あ、なんか結構ノイズがいっぱい入ってるような、あ、はい、ね、そうやつがあって、うん、これで行こうと思ってたんですよ僕は、うん、そしたら香織さんの反応がいまいちだったんでやめたんですで考えたんですよ、うん、僕はちょっと芸術わかんないけど、なんかこれ背伸びしてるなって思っちゃって、その時に。そうなんだ。そう、なんかいろいろ調べたりしてたんで、うん、なんかこう背伸びしてる自分が恥ずかしくなってきて、うんうん、でちょっとわかんないならわかんないなりに作ってみようと思う。それやめたんで一回ゼロにして、それ捨てちゃっても、うんうんうん、で今演奏した曲ができたんです。だからかなり僕はもう聴きたくないんですよ、あんまりずっと流れてるんですけどもう全然聴きたくないんですよ、恥ずかしすぎて。なんかあの、なんだろう、 T シャツ1枚で部屋にいるのを見られている感じ、パジャマ姿でうろうろしてるのを見ら、なんか見られてる、みんなに見られてる感じがするんですよ、ああいう音楽って。だからこう、そう、ずっとそれが永遠リピートされてるから、ちょっとやめてくれって思ってた。ちょっと入ってくるもんね。そう、自分の曲はね、恥ずかしいんです。6日間ずっと緊張流れっぱなしてるわ、ここの場に。そうですよ。だから、まあ、なんか演奏者が他にいればね、ドラムとかギターとか、あ、ね、ベースとか、そうですね、いれば全然何も思わないんですけど、やっぱ恥ずかしいですね、うん、私も発表してるもの本当に、あの下手したら丸裸になっちゃうようなこともいっぱいあるので、気持ちはすごい分かるんだけど、結構なんだろう、ね、音に入ってくるわけじゃないんで、うん、自分が見てる時に気がついたりすることあったりするけど、そうするとやっぱすごい恥ずかしくなったりもするのが同じだけど、もうなんかそれはなんかなんだろうね、スルーできるって言ってして、わざとしてたかなそうしないと苦しいもんね。そう、で曲が今演奏したやつがタイトル何でしたっけ？タイトルがですね、すいません、曲紹介しません。何でしたっけ？コーヒーが冷めてしまうほどの括弧で2人の関係。そうですね、自分で作っといてタイトル忘れるんですけど。そこら辺なんですけど、コーヒーが冷めてしまうほどのというあの関係。ちょっと大丈夫？大丈夫大丈夫。チェックワン。
お、デイビッド、ありがとう。治ってないと思う。ありがとうね。そう、うん、恋が冷めてしまうほど答える関係って、これもう最初の本当ビヨンドなんちゃらっていうタイトルにしようとしてたんですよ。でそれもなんかもうね、自分がちょっと背伸びして芸術知ってますよみたいな感じが自分の中にしちゃって、もうちょっとやめようと思って、なんかビヨンド感じる瞬間ってなんだろうって自分で考えて、そうコーヒーが冷めてしまうほどの2人の関係っていうタイトルにしたんですけど、これ皆さんどういう情景を思い浮かべますかって聞きたかったんですよ。そうですね、うん、なんかコーヒーが冷めてしまうほどなんかね、イチャついてるのか、コーヒーが冷めてしまうぐらいこう別れ話をしてるのか、コーヒーが冷めてしまうほどなんかこうディスカッションしてるのか、それかそうコーヒーが冷めてしまうほどもうなんか凍りついちゃってるとかね、凍りついちゃってるのか、あるいはなんかもう見とれ合ってるとかね、いろいろシチュエーション考えられるんですけど、あんまタイトルどこにも提示するの忘れてたんですけど、なんかね、それそのなんか考える余白みたいなのが欲しくて、そう、ね、みんなに考えて欲しかったんですよ、ね、うん、でこれ答えないんですよ、うん、僕はなんか楽しそうに会話してる、うん、と思いたかったんですよ。ネガティブなことを考えたくなかったんで、なんかね、2人で楽しそうに会話してるっていうのを思い浮かべてこのタイトルにしたんですけど、そうだったんですね。まあ、答えは自分の中にあるっていうのが言いたかったんですよね、これ、うん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 、で、このタイトルにしました、うん、で、まあ、ね、僕らもね、こんな関係だったんで、そうですね、香織さん家行ってずーっとコーヒー、絶対ブラックのコーヒーが出てくるんですけど、ね、ずっとそれをね、飲んで喋ってて、うん、ね、過去の話とかもしましたもん。そうね、そういえば冷めてましたよね、うん、うん、そうだ、そうするとね、うん、デビッドとかをね、コーヒー足してくれる、そう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 またブラックを、うん、ね、っていうのもあって、うん、タイトルにしましたね。そういうなんかどうと解釈してもらってもっていうとあたところ、うん、あの聞き手に解釈がなんかみんな正解の中にあるってところは多分そこも同じなんですよ、うん、あの作品見ていただいて何だろう、何を感じていただくっていうのはあのもう自由に何でも感じていただければ嬉しいなっていう感覚がとてもあって、うん、そう何でもっていうかね、本当なんか感じてもらうっていうのが大事だと私の中ではすごく大事でってあるんですよ。でそれがあなんだろうね、深いでも不快でも嬉しいですね、うん、って感じ。あ、なるほどね。そうそう、どんな、なんか嫌だとか言われるとその方が、それはもちろんいいで好きだって言われる方が嬉しいけれど、うん、なんかスルーされるのが一番きついかもしれない。きつくはないんだけど、それよりも嫌われる方が嬉しいかもしれない。あ、なるほど、なんかこうなんかと思ってます。僕はこれ、うん、こういうだからね、歌詞がないんですよ、自分基本作る曲と、うん、歌詞がないのって言われるとちょっとショックですけどね。あ、もうないっていうか、これが、うん、全てなんだけどなと思って、うん、そう、まあでも歌詞あってもいいんじゃないってよく言われるんですけど、例えばじゃあもう勝手に歌詞考えてなんか歌ってほしいですね、うん、家とかでも、ああ洗い物してる時とかね、あ、私勝手に朗読しちゃってますけど、ね、あ、それはもうね、自分のね、そうですね、面白いですね、なんか、うん、歌詞ね、私のなんだろう、なんでこうなんかメインの作品ないのとかよく言われますけどね。ああ、だからそういう意味ではそういうなんでって言われると、うん、きつい時もあるけれど、うん、もうそれでもこれが全てっていうのは同じだし、うん、うん、そうですね。なんか俺は思ったんですけど、うん、実はこれがメインなんじゃないかって思ってるんですけど、ああ、違うか。僕はもうそういう考えだと思ってた。そう、だからそんな感じで、ジョグ君が見た時にあこれメインと思ってくれたら、ジョグ君にとってメインがそれで OK って感じ、嬉しいって感じなんですよ。僕の感想で、これがメインの人がいた、それがメインですごく嬉しいって感じなんですよ。あ、なるほど。でこの間来た同窓生のね、ビオラの奏者とかで来てくれたんだけど、ここメインって言ってくれて、それは僕にとってメインなんで、それ嬉しくて、そんな感覚なんですよ、うん、だから全部がなんか冗談しちゃってるね、大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫。この、そう、なんか表現したい、このものが出てくるっていうのが、あの、なんか言葉になってたり、平面だったり立体だったりするだけで形が違うだけっていう感覚がとてもあって、それがなんか人によってはね、すごく散乱しちゃってるっていう、私も時々散乱してるなとは感じるんですよ。でもどっかで、なんだろう、自分の中から自然に出てくるものだから、実際なんか同じものはあるんだよなという、散乱というか、もう解放してますよね。解放、そうそうそう、解放、そう、そうなんだよ ね。次のテーマ、なんか早いけど、解放なんだ。解放ね。そう、あの、次が決まってるんです。次決まってるんです、実は。あの、もう話の流れで話しちゃいますけど、あの、もうなんか、言っていいですか。あ、どうぞ。はい。ですね、次回、あの、こういうライブはないんですけれど、江東区の、清澄白河のアートラブメルトメリさんというアートスペースのお借りして、吉岡君が、ね、また作曲してくださいそして、あの、こういう朗読とかも出てみたりしながら、あの、作品発表というコラボ展示をまた、あの、来年の10月21日先なんですが、21日から31日という日程で行いますので、また個別に吉岡君が私に通してくだされば嬉しく思いますでもう、これもね、あの、今回のシーン1なんですよね。これがシーン1、イッツスティールじゃない、そうです、ね、っていうタイトルが一応あるんですよね。今回のテーマはビヨンドで、だけどシーン1ですよって、まあ本当に序幕ですよね。ですよ、だから序幕感すごいですもん。序幕感すごいですね俺からしたらで本当に言葉が隠れてるんですよ、あの、入ってきて、普通だったらこことかにあってもいいのに、奥底で思ってる言葉ですよね多分。でもそれをバンって出すわけじゃなく、こうね、一番隠れたところに貼ってて、でも言葉がなんか攻撃的っていうか、すごい主張してるから、確かにね、絶対これ心の中のもうなんか10代の香織さんが叫んでる感じがしますね。そうですね、昔の自分が叫んでる言葉が、そう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 、自分のね、昔の自分がね、言ってることは結構出てきてますよね。そう、でもあんまね、初日で感想言うとつまんなくなっちゃうから、そう、あえて言わなかったんですよ今まで。そっか、そう思ってくれてたんですね。じゃあいろいろ、じゃあ実は読んでるでしょ。読んでます、読んでますよね、読んでます。ああ、そうなんですね。じゃあそうじゃなくて、そのなんかこの中からのなんか2人だけで会話したプライベートな内容とかも読んでない。ああ、確かにだよね。それはなんかあまりにはね、あれですけどね、まあいつか、あの、次回のテーマとか、その次のコラボの時とかにまたトークショーあったらね、そうですね、いろいろ何喋ったかっていうね、もうちょっと喋れるようになったかね、一体もうちょっと詳細を話したいけどね。そうですね、そうなんです。さて、あの、どのぐらい時間経ったんだろう、どのぐらい時間経ったんだろう。あ、結構経ってますよ。30分経ってる、30分経ってる。あと Just clean, I want to hear one more time. もう一回やって。何を？リクエスト、リクエスト、リクエストいきますか。何をするんですか。朗読をもう一回やる、朗読をもう一回やるとマイクスクリーンだよ。どうでしょう、あの、いきますか。ちょっといきましょう、まあ、ありがとうございます。売り出し中のアイドル2曲しかないんでみたいな。じゃあもう一回いただきたいと思います。ちょっと待ってください。じゃあタイトルだけ一応言ってもらっていいですか。あ、ちょっと待ってください。これ、この曲作ったんですけど、あの、これ CD で多分イヤホン、まあ、ヘッドホンで聴いてもらったら分かるんですけど、これギター2本同じことを弾いてるんですよ。で、左は去年の、昨日見たんですけど、去年の10月27日に録音したもので、右側がその次の日に撮ったものが流れてるんですよ。だから若干ニュアンスが違うんですよ。で、そのニュアンスの違う感じがもう消そうかなと思ったんですけど、それにビヨンドを感じてしまって、あ、もうそのまま採用したんです。ああ、なるほどです、わかった。で、曲もイントロだけできたんですよ。だから順番に作ってたんですよ、イントロだけできて、で、次 A メロ
考えて、ずっと流しながらこうしようってなって、で A 語できて、じゃあちょっと B っぽいのをこうで、それも何日かかけて聞いて、で練習を一切しなかったんですよ。もうひらめいたらそれを録音したんですよ。だから左側はものすごいなんていうのね、初々しい演奏になってるんですよ。で右側はちょっとこなれてるんですよ、次の日に演奏してるから。自分のなんかそのなんかズレがすごくディレイというかリバーブっぽくなってて、これちょっと CD 買って聞いてほしいですね。あっていう小話をしながら演奏をやりましょう。じゃあスタートの一応タイトルで言いますと、私の朗読が入ってしまいますが、これ CD の3曲目に入っている「コーヒーが冷めてしまうほどの2人の関係」「戸島香織朗読入り」。小さな事件、いつかの約束。
ながら向こう側、かすかにささやく糸電話、恐怖の脅迫的中毒性、被害的にリンクするドラッグ、記憶に麻酔を一滴、過去の片鱗を分散、ぐるぐると回る視点、空気が全身走った、新しい傷、慣れている肌、いつもの質問、迷わぬ答え、目玉にこびりつく映像、明晰で鮮やかな記録、凝りすぎた細い手首、止まった鋭利な感覚、目的を失った時計、飛び込む水辺、秘密に濡れた黒髪、隠す喜びが痛む自在の動く罪、勝ち誇る笑み、鏡を演じる幼い遊戯、絶対で永遠のおままごと、手のひらに鍵、操る雲の糸、頭の中の引き出し、私の中の毒薬、光さすカーテン閉める、白い部屋に宇宙広がる、硬いままの人差し指、血液の温度は冷たくて、広がる世界、急はびこる、心臓の鼓動がループする、頭の中にループする、耳元でリピートするささやき、唇がリピートする本当のこと、遠い夢地を見ていた長かった白夜の旅、昔語りの誘惑が壊れ、風に打たれた幻影、冬のつぼみはあらわ告げる、ひそやかに終わる悪い夢、スキジヒの幻の果て、軽快な音楽に悲しみを聞く、消えた約束の痛み、甘んじる結末の訪れ、どうでしょう、吉岡君に質問とかあるかな、んかありますね、逆に何か私に質問でも吉岡君ありますよ、質問、うん、ルーツは何ですか、ルーツ、うん、自分の中のルーツ、じゃあルーツ、ルーツって何なんて言えばいいでしょう、うん、なんでしょうね何に影響を受けて、猫猫猫、影響、影響、猫、え、ルーツ、根っこになってる部分ですね、何をそう駆り立たせてるんですか、うん、何か影響されてると、影響、影響、突然描き始めたら天才です、ああそういう、そういう、そうそう、なんで美術の道行ったかとか、そうです、あ、美術のはね、あれなんですよ、あ、知ってると思うけど、あ、まあ、知ってることから話すと、うん、親がまあねやってたっていうルーツがありまして、香里さんの、そう、ね、お父さんは彫刻家、じゃじゃ工芸家、工芸家、工芸家で母親が画家だったんですよ、あ、それで、あの、私そうなんですけどね、その、 あのジャンルが工芸画家っていうのがあって、ちょっと外して彫刻家に行ったっていうあれはあるんですけども、それでね、うん、そっからでもね、それ彫刻に行ったっていうのはきっかけは、あの、やっぱりデザイン工芸、父、あの、なんて言うんだろう、家の中で、あの、弟子入りしてた感じなんですよ、うん、でも非常に厳しい人だったんで、うん、あの、もう自分の価値観も押し付けてくるし、あの、技術から何かいろいろもういろいろ言われまして、うん、それで私はその自然に違う道だったもので、なんだろう、なんか学生だったりね、やったりしてて学校行ったりした道だったりして、全然悪い生徒だったんだけど、うん、そういうのも父はイライラしてて、なんかこう、うん、
なんだろう価値観戦争みたいなのが多かったんだけど、でなどこどこなの何の話したんだっけ、ミスト道そうそう、でデザイン講義で、まあ、父を弟子したような形だったんでデザイン講義行くんだろうなと思って、あの自然にその高校2年の時にデザイン講義行くんだろうなと思ってた。デザイン講あの高校生デザインクラスっていうのがあったんですよ、うん、どなんかそのなんて言うんだろう、予備校、うん、未来受験予備校みたいなで高校生だったんで2年生から行って、そのデザインクラス入ったら、あのいろんな神先生が一通り来てくれるんですよ、うん、デザインからの先生とか彫刻家の先生とか、その時彫刻家の先生が来てくれた時に、ああ絶対立体いいよ、ちょおいでって言って本当に遊びに行ったら、そこで立体にハマったっていうのがきっかけなんです、彫刻は。それってからだから元々はなんか別にジャンルってなかったのは確かで、なんか美術の道行くんだろうなとか感じだったのが、今本当にやっと何だろう、知らなくなってさ約3年経つんですけど、何だろう、もちろんね悲しみも あるけれども、あの未だになんかなんだろう見てる感じもするし、なんか大きい存在だったんですね。でもそれがなくなって、やっとなんか自分本当に美術好きだなって今思えるんですよ。うん、なんか選んだか選んでないかはちょっと微妙なところなんだけどっていうのは、なんかもうそこ行かないとっていうプレッシャーがすごい家の中にあった家なんですよ。うん、だけどあのやっていくうちに今やっと、あ、私本当にアート好きなんだな、表現活動好きだなって思って、それが出てます、あ出てますかね、うん、それは嬉しいです、そう言ってもらえても嬉しいんだけども、うん、だ今は本当にだからねえ、あの多分皆さん多くの人が学生時代とかに挑戦していろんなことやるんだろうけど、今は私本当になんか1年生みたいな感覚なんですよ、うん、スタートしたってばっかりって感じで、そうですよね、 それをバッて出し切ってる感じがしますけどね、うん、ありがとうございますそう、それ、いい意味でね、多分ねそうなんですよね、そんな感じなんですよね、っていうかもう結構時間経ってますよ、もう経ってます、そう、あの、で、もし、なんかツッコミどころ、ツッコミどころ内容だったらここ間違ってんじゃねえかとかね、うん、何かあればただいいでしょうか、締めにもう締めちゃいますか、そうですね、あの45分ですからもうそんなに、そうなんですよ、あっという間に、吉岡さんのソロのインストロメンタルって、ね、そうなんです、締めにあるんです、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 やっぱりご用意します、そんなお客様のためにご用意しますねそれでは最後に一曲吉岡くんに弾いていただきます、暖かな午後の日差しの中でいつまでも輝いていてね、thank you.
がとうございました。今日もありがとうございました。